アルフォンソ・カルロス・でボルボン・やウストリアイ・コール・エスステは、ボルボン家の人物。サンハイム公を称した。カルリスタのスペインを、アルフォンソ・カルロス一世とされ、また政党を応答派によって、フランスをシャルル十二世とされた。モンティソン・ハク・フアンとその妻のモデーナ公女、マリアベ・アトリスの次男として、ロンドンに生まれた。母のマリアベ・アトリスは自由主義者であった父・フアンと、別居し、 アルフォンソ・カルロスは兄のカルロスと共に母に引き取られてモデナで育った。リソルジメントによってモデナ公国が消滅するとウィーンに移った。1868年、教皇領をリソルジメントから防衛するために教皇のズワーブ兵に加入。1870年のローマ攻防戦ではピアモンを守備していたが敗北してフランス軍艦でトゥーロンへ逃亡した。 1871年4月26日、バイエルンのクラインホイバフ派において、ポルトガル王だった、ミゲル一世の長女マリアダスネベスと結婚した。第3次カルリスタ戦争中、アルフォンソはカタルーニャのカルリスタ軍を指揮した。アルペンスの戦いやクエンカの包囲で軍港を挙げた。ものの、この戦争は、カルリスタ側の敗北に終わった。1931年に、 老いハイメが死去すると、両王くらいの請求権と暗住行為を受け継いだ。1936年9月28日、ウィーンの通りを歩行中に、軍用トラックに跳ねられて、翌日に死去した。遺体は、プフフハイム城に葬られた。マリアデラス・ニエベスとの間に、子供が生まれなかったことから、アルフォンソ・カルロスの大デボル・ボンケのカルリスタを追い、請求者の断系は途絶えた。 その後カルリスタは、アルフォンソ・カルロス自身が、後継に指名していたパルマ公シ・サベリオのほか、フランス王位請求権を継承した、アルフォンソ13世のモロコ、トスカーナ大公使、カルロスピョーオス諸派に内部分裂した。アルフォンソ・カルロスとマリアデラスニエベス。ありがとうございます。